こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの今季の隠れた名品ニットはこれだというテーマでお届けをしたいと思っています。実は先日も僕の YouTube の中では、ユニクロの数あるニットの中で、まあ、どれが一番おすすめなのか、このあたりを皆さんにお伝えしたと思うんですね。覚えてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、スフレアンのクルネックセーターですね。こちらのオリーブがめちゃくちゃ良かったので、僕の中では今季ナンバーワンじゃないのかなと、 思ったんですね。ところがですね、サイトを見ていたら あるニットがめちゃくちゃ気になってですね、実際にオンラインで買ってみたところ、これがですね、仕上がりが最高に良かったんですね。ひょっとしたらこれが一番だったんじゃないのかなというところで、ちょっと改めて今回動画を撮ってるわけなんですが、僕の中でめちゃくちゃ気になっているニットを早速ご紹介したいなと思っています。プレミアムラムクルーネックセーター長袖ですね。実は先日動画の中でもこれランクインしていました。僕がですね、皆さんにご紹介したのは、色が はですね、こちら、01のオフホワイトというものでした。 こちらですね。まあ、ベーシックなデザインになっていまして、まあ、丸首なんですけども、首元のリブですね。ここがちょっとしっかりめに厚みもあって、すごくバランスがいいのと、まあ、サイズ感に関してはかなりオーソドックスです。あまり大きく振ってあるようなものではないので、まあ、使い勝手が良くて、様々な年代の方にも似合いやすいようなデザインになっています。で、厚みに関しては中肉厚で、まあ、厚すぎず薄すぎずということで、まさに秋から冬にかけて、めちゃくちゃ使いやすいような厚みになっているというところ で非常に完成度が高いんですが、まあ、カラーがですねオフホワイトということで、まあ、そこまでこうぶっ飛んだものでもなくいろんなお店で取り扱いがあるので、まあ、ランクインはしたものの1位にはしなかったんですねこのニット実はすごいカラーバリエーションがたくさんありましてお店ではですね正直見つからなかったと思うんですよね僕が今回皆さんにご紹介したい 色なんですけども、こちらですね。62番のブルーという色合いですね。これがすごい良かったんですよ。スタイルヒントというですね、様々なコーディネートの事例が載っているですね、まあ、アプリ及びサイトの中にページがあるんですが、まあ、そこで見ていたら結構この色着てる方いらっしゃって、なんかめちゃくちゃいいなと思ったんですね。結構女性の方が着てる印象が強かったんですが、まあ、男性の事例もあってすごい良かったので、 してみたところもう色合い完璧でしたまあ、デザイン的にはすごくベーシックだからこそ色合いがいつもと違ったものを取り入れることでだいぶ新鮮な雰囲気になるかなと思うんですがこのブルーはものすごく色合い良くてですねいわゆるこうネイビーとかに近いような濃いブルーではなくて 明るみのあるようなブルーですね。まあ、表現変えるとロイヤルブルーとかそのあたりに近いような色合いですごく品があって様々な着こなしにもすごく合わせがしやすいんですね。華やかさもあるんだけども合わせやすいというところではこれ大人の男性には鉄板で似合いやすいかなと思います。今季は結構旬なカラーになっていまして様々なセレクトショップでも取り扱いがあるんですがなかなかですね、2990円で この色合いと風合いを表現することは他のブランドでは不可能なので、まぁ根気を2頭の中でももう一押しのアイテムかなと思います。まあ、今回はこの後ですね、実際にこちらを着ながら、まあ、どういった見え方になるのか、そしてコーディネートにおいてはどのような形で活用すればいいのか、このあたりについて存分にお伝えをしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル 登録の方もよろししくお願いしますそれでは早速い,ってましょう、はい、ということで実際に来ていました。どうでしょうかなかなかいい雰囲気じゃないでしょうかちょっと一周ぐるっと回ってみますね。まあ、サイズ感もですね、やはりベーシックな感じに仕上がっています。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと結構小柄なんですけども、こちら選んだのは M サイズですね。 僕はだいたい最近は M サイズを選ぶことが多いんですが、それで、まあちょっとジャストサイズよりは少し緩いぐらいかもしれないですが、まあ、これベーシックな感じが好きな方であれば通常サイズを選んでもらって良いかなと思うんですけども、もうちょっとトレンド感のある着こなしの方が好きな方は、まあ、僕であったらもうワンサイズ上げた L でも良かったかなと思います。僕もニットいろいろと思ってるんですが、これぐらいのサイズ感のものもありますが、 個人的にはもうちょっとゆるさのあるトレンド感の漂うサイズ感が好きなので、まあ、ワンサイズ上でも良かったかなと思いますが、まあ、これぐらいでもですね、多くの男性には使いやすいサイズ感かなと思います。まあ、なんと言っても色合いですよね。これがすごくいいですね。まあ、ブルーの中でも少し明るみがあって、まあ、色に混じり気があるので、平坦に見えないんですね。この奥行きのある雰囲気が非常に品があっていいなと思いました。まあ、このようなブルー系の色というのは、合わせもすごく簡単です。 でこの下には今白 T を着て、ちょっと襟元から覗かせているんですが、白にも相性がいいですし、下、ブラックのパンツで合わせていますけども、このようなブラック系のものにも相性いいし、この後上にいろんなものを重ねたいと思うんですが、結構ですね、このブルー系の色というのは相性がいいものも多いので、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、中肉厚ですごく厚みとしてもちょうどいいですね。まあ、ローゲージのニットもすごく好きなんですけども、そういったものよりも手軽にサクッ ちょっと着ることができるような、こういったミドルゲージのニットというのは、使い勝手は一番いいと思いますね。単体で着てもいいし、これから先の季節ですね。上にダウンを着るのもいいし、あとはコートですね。ステンカラーコート、バルカラーコートのようなものもいいし、あとはチェスターコートのような綺麗めなコートもいいですし、あとはダウンですね。このようなカジュアルなアウターとも相性がいいので、これ一枚あれば様々な着こなしが想定できるかなと思います。まずはこのベースを見ていただきながら、まあ、この上にいろんなものを羽織りながら、 それぞれの相性の良さをですね、この後実際に見ていただきたいなと思います。 はい、ということで、こちらのですね、ニットを使ってコーディネートを組んでいました。まずは王道なのはですね、このような綺麗なニットの上に、チェスターコートですとか、ステンカラーコートのような、ちょっと丈の長いアウターを着るという組み合わせなんですが、まあ、めちゃくちゃ相性がいいですね。今僕が着てるのは、今季のグリーンレーベルのですね、ダークグレーのチェスターコート。ちょっとサイズ感としては、肩回りゆったりとしていまして、今っぽいですね、シルエットのチェスターコートになっているんですが、こちら こちらですね、濃い色なので、その内側にこういったロイヤルブルーのような綺麗なブルーを持ってくると、一気に華やかな雰囲気になるのが分かっていただけるかなと思います。結構グレーとかブラックだとか、そういった色とも相性がロイヤルブルーはめちゃくちゃいいんですね。なので、ちょっとした差し色としては使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。非常に気に入ってますね、この着こなし。そして、その内側にはさっきまでは丸首の T シャツを着ていたんですね。 ちょっとだけ襟元から白 T が見えるぐらいの感じも個人的には好きなんですがもうちょっと季節が進むとちょっと首元が寒いというのともう少し季節感を出したいのでその下には モックネックの T シャツですね。これを着てあげるとバランスがすごくいいかなと思います。こちらの T シャツも今度改めて解説したいなと思ってるんですが、ユニクロのモックネック T シャツ、すごく仕上がりがいいので、こういったものと重ねてあげることで今っぽい雰囲気と、あとは温かさというところもちゃんとですね、取り入れることができるのかなというふうに思っています。あとボトムスに関しては先ほど同じです。少しゆとりのあるですね、タックテーパードパンツとかでもいいかなと思いますし、スマートアンクルパンツのようなベーシック な路線でもすごく相性がいいと思います色は今ブラックを履いていますがそれ以外にもホワイト系のパンツなんかにも相性がいいのでまあ様々なアプローチが可能かなと思いますで、足元はですねニューバランスのグレーのスニーカーでちょっと今っぽさを出してみましたこのようなスタイリングなんかでもすごく都会的でなおかつ地味になりすぎないという意味では この1枚のニットが加わるだけで、だいぶ見え方が違うかなと思うので、このようなコートスタイルの中にですね、ぜひ皆さん、このようなブルーのニットを加えてみていただければなと思っています。はい、続いてですね、今度はダウンに着替えてみました。どうでしょうかまた全然印象が変わってくるかなと思います。まあ、ちなみに、先ほど着ていたもののアウターはダークグレーだったかなと思うんですが、今度はですね、このようなオリーブ、ダークグリーン系のものを合わせてみました。 割とですね、こういったアースカラーだとか、ちょっとこうミリタリーライクな色合いのアウターともですね、このようなロイヤルブルーに近いようなブルーですね、すごく相性がいいんですよね。本来であれば少し土っぽさが伝わるような色ですが、そういったものをクリーンにちょっと綺麗な要素を足すことで中和することができるので、このニットはかなり使い勝手がいいかなと思います。 もちろんですね、今期のハイブリッドダウンパーカー、ダークグリーンではなくて、ブラックを買われている方もいらっしゃるかなと思うんですが、ブラックとこのようなロイヤルブルーもめちゃくちゃ相性がいいので、そちらで合わせてもらうのもすごくいいんじゃないのかなと思います。そして、このニットの下にはですね、今度はモックネックの T シャツからバンドカラーの白 T シャツに変えてみました。これでも印象がだいぶ変わるんですね。 襟元から少し白シャツが覗いて、あとはその部分からもちょっとだけ白シャツが覗くと。このバランスが個人的にはすごく好きなので、モックネック派なのか、もしくはバンドカラーシャツ派なのか、このあたりはですね、好みに応じて使い分けていただくといいかなと思います。 個人的にはこっちの方が好きですね。ぜひ皆さんも好みの方で重ね着をしていただきたいなと思います。ちょっとこの白が覗くだけでも軽快な感じに見えるので、ぜひ皆さんもですね、このようなニットを重ね着で活用していただきたいなと思っています。で、ボトムスは先ほどと同じです。少しゆとりのあるですね、これはユニクロ U の随分前のレギュラーフィットテーパードのボトムスなんですが、これを合わせて 足元は今度はですね、ニューバランスではなくて、ジャーマントレーナーですね。ホワイトのシンプルなスニーカーで、ダウンが持つですね、スポーティーさを少し柔らげるような形で、綺麗な方向に振っていました。このようなスタイリングもかなり使い勝手がいいかなと思います。たった一枚のニットがあるだけで、ダウンにも活用できて、なおかつチェスターコートにも合うと。色合いに関しても、ブラック、ダークグレー、あとネイビーなんかにも相性がいいんですね。 濃い色にも相性がいいし、あとはオリーブだとかブラウンだとか、そういった色とも相性がいいのがこういったロイヤルブルーという色合いなので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、今季ですね、まあ、ひょっとしたら最高に良かったニットかなと思うですね、こちら、ユニコロのプレミアムラムクルーネックセーターの66番のブルーですね。こちらを実際に着ながら解説をさせていただきました。まあ、見ていただいてもわかる通り、かなりですね、単品としての魅力もありますが、着た時にコーディネートのハマりもすごくいいので、まぁ、ぜひ大人の男性には一着持っておいていただきたいような名作カラーなのかなと思っています。 もちろんこの色も最高なんですが前回お勧めしたようなオフホワイトもいいですしあともう一色ですねこれも買おうかどうか迷っているものがありまして77番のパープルこれまためちゃくちゃいいカラーなんですね今期はこのようなロイヤルブルー結構増えていますがそれと結構同じぐらいですね盛り上がっているのがパープルという色合いなんですねこれまたですね今期らしさがあって1枚着こなしの中に加えてあげるだけでかなりトレンド感が 出しやすいかなと思うんですねしかも色合いとしてはブラックだとかダークグレーのコートの中に今回のロイヤルブルーと同じように差し込んでも非常に使い勝手がいいので意外とですね大人の男性にも似合いやすいカラーかなと思いますいわゆる昔だとなんかおじさんとかおばさんが着てそうなイメージがありましたがそういったパープルとはまた違って華やかさがあったりだとかトレンド感が漂うような今っぽいパープルになっているのでこの辺りもですねぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います、まあ、実際にこのように ですね。スタイルヒントの写真を見ていただくとかなり良さそうな感じがすると思うんですよね内側にモックネックの T シャツなんかを合わせながら着るのもいいかなと思うのでこちらも合わせてチェックをしていただきたいなと思います今後またユニクロのですね全身コーデとかもご紹介する際にまあ、パープルも入れるのもいいかなと思うので僕もチェックをしていきたいなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッション今をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説 に関しましては 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。2週に1回ぐらいのペースでライブ配信もやっていまして、皆さんと交流をしながら Q&A どんどんお答えしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですね、動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどんご紹介をしています。僕の方でも1日2 2回投稿していまして他にも様々なスタイリストの方が投稿してくれていたりだとかあとはですね参加者の皆さんも投稿することができるのでワイワイとおしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しんでる場なのでこちらもぜひチェックをしていただきたいなと思っています今初月無料キャンペーンやってますのでぜひですね気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに